教えて。ウォルス先生。おはよう塾生諸君。今日は教育とは何かについて話し合っていこうか。で、題材としてこれを持ってきたから、配ってる間にまず先生が読んでみるからな。陳思うに我が高祖高祖国を始むること公園に徳を立つることは信仰なり。我が先人よく忠によく孝に億長心を一手にしていよいよその美をなせるのはこれ我が国体の成果にして教育の延元また実にここに損す。何時神明父母に子に敬帝に言うに夫婦愛わし法有愛信じ老犬己を自死破壊周に及ぼし学を納め行に狙いもって知能発し時を成就し進んで公益を広め政務を開き常に国権を重んじ国法に従い異端関係あれば義務公に報じもって天上無休の公務を不欲すべし核のごときは一人陳が忠良の臣民たるのみならずまたもって何時祖先の威風を継承するに足らんこの道は実に我が高祖高祖の威風にして子孫臣民の共に遵守すべきところこれをここに通じて誤らずこれを仲介に施して戻らず陳南寺臣民と共に献献服用して皆その徳をいつにせることを懇願はいじゃあみんな復唱できるか。